イングランドの七王国の一つ、サクソン人のウェセックス王。日本語訳によっては、エジュベルフとエグベルトとも、イングランドを初めて統一した王として知られる。ケント王国の王族で、父親は、ケント王、エルムンド。しかし先祖をたどると、チェウリン、チェルディッチなどウェセックスにつながる。ウェセックス王キュネウルフが暗殺されると王位を要求するが失敗。 ウェセックス王国の事実上の支配者であったアングル人の王国マーシアのオファ王に追放されてフランク王国のカール大帝の庇護を受けた。その後オファが没すると802年に帰国してウェセックスの王位につく。最初の20年間は不明なことがほとんどだがおそらくは戦後の治政下のウェセックスで影響下にあったマーシア王国からの独立を画策していたものと思われる。 823年にマーシア王ベオルンウルフをエランダンの戦いで破り、その後825年に後を継いだマーシア王ウィグラフを撃破。イングランドにおける派遣を手にし、827年にマーシアとハンバーカワイナンの領土を支配下に置き、ブレトワルダとなった。妻をレドブルガとする文献もあるが、アングロサクソン年代記では何も語られていない。彼の後、息子、 エゼルウルフが王位を継承した。今まで、ウェセックス王国の王位は、チェルディッチの末裔による権力闘争の末に決定していたが、エグバート以降は、エグバートの決闘が王位を継ぐこととなった。エグバートは初めてイングランドを統一した王であるが、あくまで故障したのはブレトワルダであり、イングランド王を初めて故障し、同地を再統一したアゼルスカンを、 イングランド王国の初代君主とする見方が多い。アングロサクソン年代記、P73。ありがとうございます。